はいそれでは今日のゲストの紹介です FM コザソレイケカープコザカープソレイケコザカープの MC 結城さんことカエルさんですはいこんにちはよろしくお願いします <laughs> お願いします FM コザ今日は MC が逆になっちゃうそうですね吉、はい、島さんには2回あの、はい、ソレイケコザカープ出演していただきましてありがとうございました <laughs> 今日番組前もね <laughs> 結局カープの話ちょっとしちゃいます。<laughs> そうそうそう、<laughs> 今ちょうどね、裏でやってて、今いいとこなんでですね。<laughs> <laughs> あ、そうですね。試合が気になりますね。はい、早速ですけど。はい。自己紹介の方。お願いしますあ、はい。ありがとうございます。はい、あの。 この FM コザではコザカープという番組をやってるんですけれども本業は飲食店のコンサルタントとあと接客研修の講師をやっておりまして、まあ、飲食店さんに役に立つことっていうことは何でもやっていきたいということで、うん、現在あの、まあ、電気代安くするにはとか水道代安くするにはとか洗剤これに変えたらいいよみたいな付随するものもいろいろと販売紹介などをしたりしています。あと沖縄市のコザの沖縄縄市市のの 市役所の近くで、はい、小さなカエルハウスという一軒家貸切宿の民泊を運営しております。 はい会社名がですね「カエルカンパニー」っていう会社なので「カエルさんカエルちゃん」と呼んでいただくことが多いですはいなるほど初めて知ったあるんですそうなんですそうなんですカープが好きな人だい何やってる人なんだろうってか面白そうな人だけど何やってる人なのかなと思ってそうなんですカエルのカエルチェンジのカエルでよくあの昔はカエルカンパニーっていう会社 やってますって言うと「カエル飼ってるんですか?」とか「カエルを売ってるんですか?」とか言われたんですけどそうじゃなくてゲロゲロのカエルがもちろんモチーフなんですけど「変わるのカエルチェンジのカエル」人は変わるお店を変える社会を変える」笑顔に変える元気に変える」ということで私に出会うことをきっかけに何か変わるきっかけになればいいなって思って。 そんな活動をしています、えー。<laughs> もう引っかかっちゃった。変 <laughs> えるきっかけになればいいな <laughs>、えー。はい、そうなんですよ。で、お客で話する範囲でいいんですけど、お客さんはどんなきっかけで変わってきましたか？うん、そうですね。私がや私のところにこう相談に来られるお客様、うん、まあいろんなパターンがあるんですけど、はい、まあ例えばこう、まあ、暗闇、もう本当にお悩み相談みたいな相談も。 お店がうまくいかなくてどうしたらいいかわからないとか今からサラリーマンを例えば辞めて飲食店を開業したいんだけどその道が合ってるかどうかとかそコンンサルタトの仕事でですすかん広島と沖縄と今行ったり来たりしてるんですけど広島市の方では窓口相談っていう担当していてで1日4人 1>, こう1時間ずつの、まあ、セッションっていうとかっこいいんですけど、うん、まあ相談に来る方があの、うん、広島市のところに無料相談に来られるんですねで私の担当がその開業だったりとか飲食店経営、はいはい、あ,あと販,販売促進について迷ってる人悩んでる人が自由に来れるっていう窓口があってそこに来る方は結構38割ぐらいが悩んでる方なんですよ。悩んでる 悩んでるんででるすよもう多分8割もっとかもしれない悩んでるんですよ今の自分のこの生き方でいいのかとか、うん、その道が正しいか、うん、これをやろうと思うんだけど,どう専門家としてどう思いますかとか、うん、そんなう本当悩み相談でその悩んでる人ってこうなんか真っ暗闇の中にいるんですけど、うん、一筋でも光が見えたらとりあえず頑張ってまっすぐ歩けるかなってその一筋の光を見せるのが仕事だと コンサル業では思ってます <laughs> うも,うもう一筋の光 <laughs> 一筋の光でいいんですよね大きな光はやってみなきゃわからないこともあるし 一筋でも見えると、暗闇からは脱出できるかなと思うので。うん、その一変えるときに、こうね、なんか一筋の光が見えて、笑って帰ってもらえれば。いいなって思って。<笑><笑><笑>その一筋の光を、こう見つけ出させるために。カエルさんが心がけてることなんですか。 でも先ほどやっぱり言われたように私はコーチングとか学んだことはないんですけど<ー>言われたように、まあ、相手の話をよく聞くっていうのはそうだなと思いつつ、うんうん、でやりたいことが今の時代に合ってるかとか、うん、そのやりたいことを思ってらっしゃることが。うん 成功の道に添えるかどうかとかこうやったら成功の道に行けるかもしれないとか、うん、そんな,なんかワクワクするアイデアを伝えるっていう感じでそんなんどうって言ったら「あ、うん、面白そうですね」って言ってもらえれば「うん、あちょっとやってみます」ってだからそんな,なんか偉そうなことは言えないんですけど、うん、まあちょっと アイデアを出してあげる、出してあげるというと誰ですね。なんか足してあげるというか、うん、本人がやりたいことを少しスパイスかけるみたいな感じかな。うんうん、後押しする。あ、そうそんな感じです。うん、まあもちろんあのやめた方がいいよっていうこともありますあのあ<ー>の。向いてないからその道はやめた方がいいとか、うん、そのまあ飲食店経営したいって言っても、うん、やっぱり。 簡単な道ではないので、はい、何でもかんでもいいよいいよっていうわけではなく、もう多分その人のキャラクターとかそういうのもあるので、その道じゃない方がいいと思うっていうことはもちろんあるんですけど、じゃあ逆に可能性を感じる方はどんな方々ですか？本当ですね、やっぱ楽しそうな方、はい、そうですよね、はい、目がキラキラしてる方、もう相談に来た時点からこう落ち込んでいるみたいな。 やめたほうがいいよって <laughs> なんでやりたいかがすごい気になりますよねそんな状態でな、ね、他に仕事ないの仕事ないから飲食店やりたいんじゃねえのほんとそうそう,そう本当そうなんだあでもそういう人もいました、うん、コロナ中は<ー>仕事がなくなって<ー>なんかできることって言った時に、うん、飲食だったらできそうな気がするみたい いやそれは無理だと思うよっていう話をするんですけどうん、うん、そういう時には結構コロナ中は多かったですねそう、ねはいう時は逆に<単>、はい、自分が辞めたくって辞めたわけじゃない人が多かったのでうん、うん、なので何もなくなった時に、うん、どうせだったらなんか自分でしようかなっていう消去表の中の一つっていうか、うんうん、それはいい結果にはつながらないですよねそうなんですよね、うん、そうなんですよ、うん ででもそそううういい人多よよねなんですよ、うん、だからなんか起業する時には、うん、あの自分ができることでやりたいって思うのももちろんいいんですけどはい、はい、できることじゃなくて、うん、それが人の役に立つかどうか、うん、<laughs> お金がもらえるレベルかどうかを考えた方がいいっていうことをお伝えししたりします、ね、ああああ <laughs> 本当にね。わ <laughs> かりますすごく はあ、面白い, <laughs> 面白いありがとうございますいや今のいろいろ聞きたいけど <laughs> あのオープニング終わったんで CM1 いきます、はい、今日のゲストカエルさんですはいよろしくお願いします、はい、えっ、ー、と一応コーチングの番組なんでコーチングでいうアイスブレイクっていうのがありまして、はい、人の脳みそっていうのはほっとくと8割方あのもうあの世の中自分の危機回避が命を守るのが 人間一番最適最初なんでこういつもマイナスの方向に傾いちゃってるのをまず最初にプラスの方向に変える質問をして楽しい話題にしてあのアイスブレイクまたもう起をしていくっていうま質まあ段階最初の段階があるんですけどまあ今日せっかくなんでアイスブレイクの質問なんですけどもし。 ドラえもんが実際にいたらどんな秘密道具を出してほしいですかはいあの、ドラえもんの秘密道具、うん、あのすごい欲しいものがあるんですよ。はいはい どこでもドアで、ね、<laughs> あ,あれがあればもうすぐにこう例えば今こうさやカープの試合見てても、はいはい、今いいなと思ったらここにあったらすぐ見に行けるわけじゃないですかそうですよそうです、ね、もう移動しなくていいって、うん、こんなに便利なことはないなとやっぱいろんなところいますよね <laughs> フェイスブック見せたらそうですね だけどあれですねなんか移動もしなくてよければもっと倍働ける気がするんですよねああそうですねか、うん、やっぱりこう時間移動時間4時間ぐらい広島沖縄間とかでもやっぱかかるので、はいはい、その時間がなくなって、うん、ドア開けた瞬間にそこにたどり着けたらうん、うん、4時間なくなるじゃないですかです増える増える、ね、時間が増える、はいはい、でも実際に考えたことあるんですよねドラえもんのそのそ どこでもドアを実際に売ってたとしたらいくらだろうと思って考えたことがあるんですけど、うん、あ,あ、まあ、多分何億もするんだろうなと移動しなくて済んで飛行機で今までいろんなとこ行ってたのとかも全部なくなるって考えたら、はいはい、そんなに安くはないだろうなと思っていやでも欲しい人がいっぱいいますよ まあもう富裕層はほとんどの人欲しいでしょうん、ですよねきっとだからめっちゃ高いんじゃないかと思って大量生産ができる状態になればレ値ーもだいぶドラえもんの漫画に出てくる工場でウィンでウィンドウあれぐらいになれば100万ぐらいもっとかな安く買えたらいいなってね。うん。 もしどこでもドアが本当に手に入って、うん、時間ができたら何します？あの行ったことないとこに行きたいですね。例えば南極とか、<ー>なんか<ー>何時間もかかるとか命の危険があるとか<ー>そういうところで行けないところに行ってみたいです。うん、行ってどななんですか経験何か？あの旅が大好きなんですよ。うんうん なのでこう旅,旅をして歩くのに結構旅って行った先よりも行くまでがリスクが多かったりするじゃないですかリスクをまあそれはもちろん楽しいんですけど、うん、別に飛行機に乗ってる間のあの13時間とかいらないんですよ何、はい、かあ,<ー>あそこが省けたらもっと旅に出れるなと思って、うん、今まで印象残ってる旅の場所ありますかうんどこだろうう旅の場所、うん、そうですね思い出私 島旅大好きなんですけど台湾大好きで、はい、あそうなんだ、はい、コロナ前は本当に台湾すごい行ってましたあ<ー>多分延べ300日ぐらい行ってると思いますあ延べ300日行、はい、2週間ぐらいとかまとめて、はい、年末年始もあの航空券が高くなる前に行ってで また値段上がって安くなる時に戻ってくるみたいな感じでいくと2週間ぐらいかかるので、うん、その間ずっと台湾にいるとかはあ<ー>言葉喋れないんですけど食べ物美味しいらしいですね美味しいんですよめちゃめちゃ美味しくって、うん、500円でお腹いっぱいになるんですよ、うん、もう最高でご飯食べる、うん、あの趣味が グルメなんですすけど、はいはい、食食べべるの好好きききで、で、はい、歩き好きなんですね。うんうん、それであの本当に食べ歩くために食べに行くみたいな感じでうん、うん、例えば午前中はホテルで仕事をして、うん、あのお昼ご飯のピークが終わった1時2うん、うん、1> 1時ぐらいから食べ歩きに回って、うん、7時ぐらいの忙しくなるぐらいまでをずっと食べ歩いてうん、うん、でまたホテルに戻るみたいな。うんうん <laughs> 2>, でそのね、2時から7時までの間に56、うん、軒回って帰るみたいな感じのでででももこれほぼ仕事ですよねでもねまずなパーティーしなんですかね仕事を24時間365日頭は仕事してますね。うん、ですよね食べさっきね飲食の経営コンサルタントそ,そうなんですよなんか美味しいもの食べたいし美味しいもの見て、まうん、趣味と仕事の境目ないですね。うん、<う>ですね今聞いてたらはー 仕事好きなんですね。仕事好きです。え今の仕事はいつぐらいから始めたんですか。今十三年経ちました。あの前は全然違うファミレスの店長やってたんですけど。全然違ったないかな。ファミレス全否定されてます。ファミレスも飲食店だし。ファミレス溶けた。同業だぞ。店長から独立してやめ。 で、それからこのコンサル業の道に入ったんですけど、うん、あの当初もあの私は行動して考えるタイプなのでとりあえず辞めてから起業したんですけど起業して初めて、うん、あなたがやりたいと思ってる仕事はコンサルタントっていう仕事ですよっていうことを教わって教わって、はい、その時に初めてコンサルタントっていう言葉を知って検索したっていう感じ教わって 女性、はいね、金もらおうかなんかでそのプレゼンする時があったんですよこういう事業をやりたいっていえちょっと待ってくださいこんがらがってきた、まあ、仕事辞めますよねはい辞、はい、めますよねでその後、うん、ビジネスプランコンテストみたいなやつがある まあでも辞めるってことは起業するつもりで自分で何かをするつもりで辞めたんですよねその時は自分が何やりたいか分かんなかったですか飲食店さんのためになることをやりたいって思ってうん、うん、でそれから、えっと、何やろうかなと思って考えてた時に、うん、あの最初は覆面調査っていうですねそんな教えたりとかそんなことできるはずがないと思ってたので。 覆面調査だったらできるだろうってお客さんのふりしていて、ここが良くないとかここをこうしたらいいとか、料理が冷めてたとかそういったことを書いて報告をするっていう仕事だったらできるんじゃないかと思って、でそれを始めたんです。あ始めた。始めた。そうなんです。でそれを始めるにしても最初起業したんじゃなくて、いろんな覆面調査の会社に登録して、で行って。 いろいろ言ってたら、はい、いやこんな調査やっててもお店のためにならないなと思ったので、じゃあ自分で作ろうと思ってっ。ストップ。<laughs> <laughs> こんな調査な,なお店のためにならないなと思ったのはなんでですか。はい、そことても大事な価値観が隠れてるぞ。お、なんか。うん。<laughs> しまさんの目がキラキラしてキラキラするよこれは。<laughs> だってためにならだってだためにならないなと思ってここでなんかピンって出たわけでしょ何かが。そこそこ。そうです,うです、うん、あのー。 お店のなんか悪いところばっかり書くんですよ。うん、でも実際にいいこともあるわけじゃないですか。あるあるで私は店長だった時、うん、逆に受ける側だったんですね。クレームをあの覆面調査<ー>で調査結果を見て。うん でもお店の状態があんまりいい状態じゃない時ってそんなん分かってるよって言って机の中にしまって終わり全く誰かに伝えることもなく改善することもなくそういうお店って調査は3か月おきぐらいに行くんですけど3か月して行っても前回めっちゃ頑張っていろいろ書いたことが一個も改善されてないんですよ。 で次の時3ヶ月後行っても1個も改善されてなくてそもそも覆面調査やったところで何の役にも立たないんじゃないかと私,が私もきっとこのお店の状態だったら机の中入れて終わりだなって思ったので、うん、調査だけだったら意味がないから、うん、この調査の結果こういうお店の 状態をこうしなければいけないっていう背景お店のスタッフ同士のコミュニケーションができてないんじゃないかとか現状を丸々つけるだけじゃない背景のところまでを探れるようなものにしてそれを報告書に書いて何なら研修のご提案とかまで一緒にできるようなものがあったらいいなと思って探したんですけどなかったので自分で作ろうと思って作ったんです。なるほど その仕事がコンサルタントっていうんだよって教えられたわけですね。そうそうですね。えだ誰かに相談してそう言われたんです。えそれはですね、事業プランコンテストみたいなのに、はい。おのこういうことをやりたいっていうのを出してき、うんうん、ま事業計画というものを初めて、はい、そのコンプランコンプランを書いて、うんうん、プレゼンをしないといけなかったんですけど、うん、その時に審査員の方に言われました。うん、あ。 それコンサルタントだよそれはコンサルタントっていう仕事だよとだ、ねうん、でもその時結構圧迫面接みたいな感じで全くおあんまり記憶に覚えてないんですけど圧迫面接、はい、怒られるばっかりみたいな感じですあのダメ出しがすごかったですね、うん、なんか。 えなんか商工会議所とかのコンテストコンテストというか,なんか助成金をもらうためのやつで二次審査で審査員の前で自分の事業計画をプレゼンするっていうのがあってその時に「あなたがやろうとしてることはコンサルタントでそもそも人に教えたことはありますか?」とか,か「そういう仕事をしたことがありますか,とか?」と、はい、ないのにそんな偉そうに人に教えたりするなんてことができると思ってるんですかみたいなことを言われた <laughs> っていう記憶だけある <laughs> <laughs> そういうところなんだよそれがコンサルタントっていうのそうなんだみたいな感じでした結果あのそれは合格できたんですけど、うん、なぜか、うんうん、めっちゃ怒られた記憶しかないです、うん、なんでああいうところの人って